日の丸空白山口亜美です。本日天朝節、天皇陛下お誕生日おめでとうございます。平成最後の天朝節、天皇陛下本当にありがとうございます。はい、ということで今日は祝日ということで、以前から行ってみたいなと思ってたところがあって、そこに行ってきました。以前にね、産経新聞さんの記事で見たんですが、豊中市の服部天神商店街っていうところがあるんですが、祝日に日の丸の国旗をこうひらひらひらって掲げているそうなんです。でその記事の写真がとっても綺麗かったので、今回実際行ってきました。ぜひご覧ください。はい、今日はこちらにやってきました、服部天神商店街です。皆さんぜひ見ていただきたいものがあります。ダーン、じゃーん、見てください、この日の丸のかっこよさ。たくさん並んでひらひらと綺麗に均等に並んでますね。もうすごく綺麗です。2018年10月8日付の産経新聞によりますと、足の神様服部天神宮のお膝元にあるここ服部天神商店街で門前町としてのステイをアピールしたいということで、今年9月に開始したそうです。メインストリート約200メートルに約36枚の国旗を設置しているそうです。今日はこの素晴らしい商店街で買い物して帰りたいと思います。早速かりんとんまんじゅう買っちゃいました。食べたいと思います。見てください、このポン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 可愛いんだからさあいただきたいと思います。バカ、もう開くところがかっこいい。お、カリカリや。うん、めっちゃあんこしっとり、おいしい。たこ焼きハッフセット、いただきます。めっちゃ美味しいです、うん、最高。ではこれチビカラを食べたいと思います。子供もパクパク一口で食べれちゃう、このコンパクトサイズ。通り過ぎる方々が微笑んでくれたり、車の中から手を振ってくれたり、おまんじゅう屋のお姉さんも、たこ焼き屋さんのお兄さんもめっちゃ優しくて、本当に素敵な商店街でした。はい、すごく綺麗かったでしょう。みんな、本当に皆さんあったかくて優しくて、もうすごい楽しかったです。で最後にはこの商店街のすぐ近くにある服部天神宮にお参りして帰りました。本当にね、とっても幸せな気持ちになれた日の丸商店街観光でした。ぜひ大阪の方も、その大阪以外の他の地方の方も、服部天神商店街に、日の丸商店街観光に行ってみてください。そしてね、今回の服部天神商店街のような、あの商店街で言いますと、以前ね一度行ったことがあるんですが、岐阜県の中津川商店街というところも祝日に国旗を掲げているそうです。もしね、日本全国でこういう感じの日の丸商店街を知っている方がいたら、ぜひぜひ教えてください。私の軽快なトークでその商店街を取材させていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。